始まりました。こんにちは。私の幸せが一番 TV です。メインパーソナリティのともみです。よろしくお願いします。のりこさん緊張されてますか？ちょっと緊張してます。どこ見ていいのか。カメラは、ね、あそこですよ、ね、はい、この番組は、大人の幸せ夫婦の作り方をお伝えしています。40代50代大人になっても幸せな夫婦を増やしたいっていう思いから、うまくいってる素敵な女性に、その秘訣を聞いてみようという番組です。どうぞよろしくお願いします。これからね、今日も幸せ大人夫婦の秘訣にどんどん迫っていきたいと思います。はい、では早速素敵なゲストをご紹介していきます。今日も素敵な美しい女性に来ていただいてます。ハッピーエイジングアドバイザー山村のりこさんです。どうぞよろしくお願いします。のりこさんは、はい、健康管理士でもあり、はい、健康美と誰よりも自分を幸せにする、はい、ということを伝える活動をされています。はい、ではのりこさん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。はじめましての方、はじめまして和歌山市に住んでいます山村のりこと申します。1994年にですね、16歳年上の主人が、生活習慣病になったことをきっかけに体の勉強を始めて、で体の勉強に自分自身が魅了されまして、で、いろんな学びを通してご縁ある方の健康と美容づくりのお手伝いを、させていただいて、もう26年目に入りました。今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあカメラを戻します。はい、では早速どんどんと伺っていきたいと思います。はい、今日も楽しみです。もう私は本当に聞くだけなので幸せなポジションなんですけど来ていただくゲストの方はいつもドキドキされてるみたいで、はい、はい、まずはですね、はい、この番組は、はい、ご夫婦にねスポットを当ててますので、はい、のりこさんの活動もすごく素敵なので後でお伺いしたいと思うんですけど、はい、で特に活動のきっかけがそのご主人様なんですね。はい、そうなんです。なんかそれもちょっと素敵だなと思って、はい、後でお聞きしたいと思います。はい、あ、そうそうそう、あちらをね、はい、ご覧くださいね。はい、あね、あそう、はい、素敵なのりこさんのお顔がねこうちゃんと映るように、はい、はい、早速なんですけれども、はい、ね、ご結婚されてどれくらいに、はい、さっきもお話しくださったかな、どれくらいになられるんですか？はい、25周年を過ぎて26年目に入りました。早いすごい年月ですよね。毎回あの子に来ていただいてるゲストの方が、はい、もう本当に25年30年選手の方ばっかりで、はい、いやその秘訣をやっぱりね聞きたい人がたくさんおられると思うんですよ。はい、どのように知り合われたんですか？あ、まあ、もともと知っていた人ではあったんですけれども、どういうことですか？もともと最初に知り合うきっかけはきっとあると思うんですけどですよね、生まれる前からのってことですね。あ、まあね、それはあるかもですけど、まあ、和歌山って本当にこう狭くてですね、世間が狭いってよく言うんですけれども、うん、まあ、ちょっとこうなんて言うんですか、目立つ人だったので、こうなんかとお知り合いのお知り合いみたいな感じで、面白いおじさんっていうことで知ってはいたんですけど、ご縁がこう深くなったのは、私がお勤め当初していたお洋服屋さんのお店と、うん、主人が勤めていた会社と、うん、同じ町内会で、うん、ですごく異業種で仲のいい町内会だったんです。なんかお花見一緒に行ったりとか、忘年会したりとか、海の家貸し切ってなんかスイカ割りしたりとか、すごいですね、なんか平和ですね。はい、そういうなんかはい、中でです。もともと知っていたとおっしゃってたじゃないですか、はい、その何ですかね、認識、はい、認識したのは、はい、のりこさんが何歳ぐらいの時なんですか？ご主人様を知ったのは、あ、なんか素敵な人がというか、変なおじさんがいるでしたっけ、さっきおっしゃってましたよね面白いおじさん、面白いおじさん、忘れちゃった。でも20代
10番とか25、6、もっとかな、20代前半だったかもです。そのお勤めしてるところで、はい、認識されたんですね。そうですね。で、あの環境的に皆さん仲が良かったので、はい、だんだんこう仲良くなられたんですね、はいはい、あ、21歳からです。思い出しました。ちゃんと言っちゃうといろいろ計算できちゃいますけど大丈夫ですか？全然大丈夫です。シークレットはありませんので。さすがです、はい、あ、それだいぶ若い時からですね。そうですね、21歳の時からそのお店でお勤めしだしたので、そうです、21歳からでした。21歳に認識して、はい、で、あ、もうすごい素敵、この人大好きって思ったのはそれから何年後ぐらいになんですか？それからどうでしょうか、6、7年とかだと思います。結構の時間をかけてご主人様のことを知っていかれたんですね、はい、そうですね。なんかさっきもちょっとお話しさせていただきましたけど、16歳も年上なので、ね、なかなかこう恋愛対象っていう感じでは最初はなくて、本当に面白い人好きなので、21歳で16歳上だったらもうその時点ですごい素敵な大人の方ですよね、はいはい、そうですよね。それは魅力的かもしれない、はいはい、なんか年上好きだったので。あ、そうなんですね今はそうでもなくなってきましたけど。あ、そうなんですね年の方ね、だんだん少なくなってきますもんね、はい、そうなんですね、お互いね、なんかね、はい、人工的にね、はい、あ、なるほど、ありがとうございます、はい、そうかそうか、じゃあどんどん行きたいと思いますそんな感じで、まあね、知っていた、でだんだん仲良くなっていた、いった、でなんかこう決め手というか、めっちゃ好きになった、こうどんなところがというか、きっかけあるんですか？あるいはご主人様からめっちゃこう猛アタックだったとか、はい、そのちゃんとねこうお付き合いされるそのきっかけ。はい、あの思い出しました、今ともみさんの言葉で。忘れてますよねまあこうよく一緒に遊ぶ機会が増えて、こうやっぱり面白さもで、こうまあね、大人な人が好きだったから、大人な部分とかこう誠実さとか、面白いけど真面目な人なんだなとか分かったりして、あの結構ね、私から割とあの最初はご飯食べに行こうとか、あ、割と積極的にあの誘ってたですね。そうなんですね、はいはい、もうなんかこれ封印したいと思うんですけどねなんか今話すとちょっと尺に思ってしまってでもそこからすでにもうあれですよ、のりこさんの手のひらかもしれないですね。ね、で、うん、それなんですけど、多分主人はこうね、この若いあのー小娘とね、可愛かったでしょうね。いや、可愛くはなかった。そんな16歳も下の可愛い女の子がこう積極的にアプローチしてくれたら、もうメロメロだったんじゃないですかね。いや、多分ね、なんか怖がってたんじゃないですかで、なんかこうちょっとね、すごい突き放されたことがあったんですよね。で、その時に私はすごく切り替えが早いので、あ、もうやめたってなったんです。いいですね、いい。あの計算じゃないんですよ、全然計算じゃなく、うん、もう思うがままがいいですね、チャーミング、なんかもうやめたってなって、そしたらなんか追っかけてきてくれたっていう感じです。うまいうまいって言われた、計算みたい。全然計算じゃないから魅力的だったんだと思います。ありがとうございます。素敵、なるほど。それは割と短期間だったんですか？そのもういいやって一回ふっと冷めたように感じた時から、ご主人様がもうアタックされるまでは結構時間があったんですか？いえ、そんなになかったと思います。数ヶ月とかだったと思います。そうなんだ、はい、いやー素敵ですねなんかちょっとトレンディードラマみたいですねいやなんか汗出てくる。そうでしょなんかあんまりもう思い出す機会が少なくなってますもんね。で、それでじゃあ、プロポーズは、それからこうお付き合いは結構長かったんですか？そこから3年ぐらいお付き合いしたと思います。うーん、はい、なんか最終的な決め手ってあるんですか？結婚した決め手ですか？はい
いや多分引く手あまただったと思うので、いやこれと言ってない感じですね。あの結婚前に少し一緒に暮らしたので、はい、その中でなんかずっと一人が長かったので、主人はあのあなんか結構家事してくれるやんとかあので結婚相手としてもあのいいかなっていう感じになりました。そう、結婚ご結婚前に少し一緒に暮らされてた時期はどれぐらいなんですか？2年ぐらいですね。なんかやっぱりこうすごい仲がよくっても一緒に寝起きを共にすると結構こう見えてなかったものが見えたりとか、あの喧嘩が増えたりっていうことをよく聞くんですけど、はい、どうでしたか？あ、なんかその点は逆で、うん、あの本当さっきもお話ししたのあのあれです、あのあこんなに家のことしてくれるんだなとか、自分のことは自分で全部、例えば出張がすごくその頃は主人が多かったんですけど、出張の用意とかお手伝いしたことないんですよ私、まあ、全部自分でしてあのするしてくれて、プラス家事も応援してくれる人だったので、だってね、はい、私たちの時代ってなかなか珍しいですよね。それ今ってこそそういう、ね、男性も増えてますけど、そうなんです。なのであの、はい、なんかいいやんって思いました。やっぱりそれって大きいですねそうですね、なるほど、はい、そっか、一緒に住み出して余計に素敵だったっていうのはポイント高いですね。そうですね、私そして結婚してもお仕事をずっと続けたいっていうのは10代から思っていたので、だから、はい、やっぱり協力していただかないとね、難しいですよね。じゃあお仕事はずっと休みされることなくされてきてるんですか、のりこさんは？はい、そうなんです。あの今のお仕事は実は結婚と同時にスタートした、すごいですね、はい、感じでずっと今も続いています。いやー、それはご主人様も多分協力的なんですよね、きっとね。そうですね、もう全面協力してくれてます今でも。いやー、はい、ありがたいです。聞いてます皆さん男性の方聞いてくれてるかなはい、じゃあちょっとこう時間をね、はい、なんていうんですかね、巻き戻しじゃない方進めて、はい、もうだから25、6年経たれてるし、はい、知り合われてからもう30年近いわけじゃないですか、はい、今でも大好きなところって聞かれたらどうでしょうか？あーとかやっぱり面白いところですかね。もうそれは全然変わらないんですか？はい、そうですね、あのうちも人に対しても家の中でも全く変わらないですし、めっちゃ素敵、すごいですよねそこは。それめっちゃ素敵、すごい、私今掴まれてるご主人様に。えもう大概外面がいい旦那さん多い、めっちゃ相談されます。よく聞きますよ ねなんか例えばなので主人の母に対しても、うんうん、で私のお友達に対しても、うん、マンションのね近所の人たちに対しても私に対しても同じなんですよね。でそこにこうあの優しさと誠実さもあるので、なんか大好きっていうより尊敬しています。私にはなかなかできないので、逆にすごいなといつも、ね、はい、人としてすごい素敵な方ですね。そうですね、はい、やっぱりその人として尊敬できるっていう部分は、あこう愛に変わるんですねみたいです。すごい剥がりましたね今そうか、はい、じゃあちょっとすごくなんかまあちょっと愚問なんですけど、はい、なんかみんなに優しいっていうのはのりこさんだけを特別扱いしてほしいなみたいな思いになったこととかはないんですか？ないですね、そういえば。あら即答、あら素敵そういう、うん、そんな風に思ったことないですね。なんかみんなに優しいからちょっとやきもちだのような気持ちとか。いや、なんかみんなに愛されててすごく嬉しいなと思います。
かれました皆さん、はい、これすごい大きいと思いますよ。そうですね、ポイント高いと思います。なのでこう友達とかにもお家に呼びやすいし、うん、そうです ね、なんかうちの親とかと一緒に過ごしても気を使わないじゃないですか。本当ですね、はい、で表裏がないからね、はい、分かりやすくていいですね、はい、なんかもう火の打ち所がないですね、やっぱり。そうではないんですよそうではないんですけど。では、はい、そんなもうめちゃめちゃ素敵なお二人ですけれども、はい、そうは言ってもね、はい、30年近いですから、大きなねご夫婦の危機ってありましたかね。一度でもあんまりないと思うんですよね。今のところ離婚しようと思ったことはないですし、一回ぐらいはねあったり、まあ離婚しようまではいかなくてもだいぶ大きな危機って一回ぐらいは皆さんあったりすることが多いんですけど、思い出せない感じですか？あの喧嘩は多いんです。喧嘩はしないということではなくて、喧嘩は多いというか喧嘩はするんですけれども、うんうん、離婚しようって思ったことはないですね。一度だけあの家出したことありますけど。あら、でも前回に続く家出家出騒動。でもあの今日泊まりますっていうね、ちゃんとそれ家出って言うんですか？言いませんよね。だからな、うん、あんまりそうですね、危機というほどの細かい喧嘩はたくさんありますけど、うんうん、危機はないかもですね、考えてみれば。なんかもう今お聞きしてるとお二人とも人格者ですね、決して決してそんなことはないんですけど。いや素晴らしいです。あ、でも初めてかもしれない、今回あの大きな危機がないカップルです、はい、そうなんですね。はい、いや忘れてるだけかもしれないですけど、忘れてるのは危機ではないので大丈夫です、はいはい、では、はい、今でも日常でご主人様のこんなところがなちょっとな嫌だなとか、よくこういうことでやっぱり喧嘩するとするっていうといつもこういうことだなとかありますか、うん、そんなラブラブなお二人でも。すっごい繊細な人なんです。あら素敵あの男女反対夫婦だと思うんですよね。あ、そうですか、はい、そんなのりこさん男前なんですか？結構男前な方だと思いますね。大雑把ですし、うんうん、あのガサツですし、ね、見えない見えない。いえいえ、でも主人はすっごい繊細なので、うん、ちょっと繊細すぎて、うん、イラッとすることは多いですね。おー、なんか具体、はい、言える範囲の具体例ありますか？ね、具体的がなかなか、なんか今日ね一生懸命具体的エピソードを考えてきたんですけど、だから忘れちゃうぐらい小さなことなんでしょうね。いや、まあなんかすごく家事をね今でも、うん、あのもう定年でずっとお家にいるので。あ、そっか。あの夕ご飯以外はもうほとんどの家事をしてくれるんですけど、聞いてます皆さんなんか話せば話すほど私がいや本当に素敵です、悪災になっていく。素敵です。あの、まあ、ちょっと手伝おうかなと思って、例えばこう洗濯物をねなんかこう止めたりしたら、いやもうちょっと左なんやって言われたりとか。え、洗濯物を止めるね、止めるのとか、もうちょっと左ねとか、なんかこれはこうしてからこれをするとか、なんかこう自分ルールが繊細にあったりするので、そこ私もあります。 あるけど、あの手伝ってもらってる時はそこには触れないようにするんですけど、そこを言っちゃうんですね、ご主人様は。気持ち悪いんですね、そこをやってもらいたいんですね。そうですね。そして私もやってくれてるんだから黙っておけばいいのに、こうね、せっかく手伝おうと思ったのにそんな言われたらちょっとショックみたいな、とかね、もういいやん別にどっちでも怖い顔して言ってしまう何が違うんそれとこれとみたいな。本当にそういう可愛らしい喧嘩なんですか、そのよく喧嘩する喧嘩って。でもそういうのが発端で結構こうあの可愛らしくない言い合いになったり、本気で、はい、そんな小さなことが発端なのに違うことがこう出てくるんですね。ですね。で大体私が一言多くて、あ、その自覚があるんですか？あります。もちろんあります。一言多かったり言い方がちょっとまずかったりして、
ちょっとねカチンと来てっていう感じなんですけど、でもね、なんかほら完璧すぎるとやっぱり皆さんももう手が届かない感じがすると思うんだけど、ちょっとそういう親しみやすい、あ一緒なんだっていう部分って聞いてる方も嬉しかったりすると思うんですけど、その割とこう小さなことからね始まった喧嘩はどうやっていつも収束していくんですか？それにはルールがあるんです、我が家の。あ素敵。ルール、はい、聞かせてください。はい、うちは子供がいないんですね、うん、で子供もいないし、以前はワンちゃん飼ってたんですけど、うん、今ワンちゃんもいないので、うん、もう二人っきりなの で、うん、で私ももっと若い時は謝ってなるものかっていうね、可愛い、一週間ぐらい口きかなくったって全然耐えられる。すごい、それもすごいです ね、なんかパワーないですか若い時って。そういう、でもお家で二人きりでしょ、はい、あもう吐きそうですねそんなに大豪邸でもないしいやまあね、私もお仕事してるのでずっとべったりじゃないからかもですけども、でもだんだんこうねそれがしんどく自分もなってきて、うんうん、でまあじゃあ離婚するのかね、うん、しないのかっていうとね、うん、まあ今のところしない、うん、そしたらいつか仲直りするわけじゃないですか。そうですそしたらもう1分でも1秒でも早い方が時間がもったいないと思うので、そうなんですなので我が家ではハグして仲直りっていうルールがあるんです。もう泣きそう、素敵すぎていやね、全然男同士のハグみたいなんですよもうね握手でみたいな感覚のハグですね。ちょっと本当に泣きそう、素敵ね、なんかギューとかじゃなくてなんかバンバンなんかこうバンバンっていう感じでね、こうバン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 っていう感じで、そのね、やっぱりこう気持ちはなんか腹が立ってる状態じゃないですか。それでもルールだからって言ってやるんだっていうのはすごいですよね、うん、なんかねいつの間にかそれがこうルールになって、でなんか改めて不思議だなって思うのは、ちゃんと自分の方が今回は悪いっていうのを分かってるんですよね。あお互いに、はい、でなんかちょっとやっぱりごめんなさいとか、うん、まあ例えば、まあ許してやろうかっていう仲直りの方法もありますし、うんうん、その辺もちょっと我が家らしくお笑いっぽくこう、うんうん、ハグに向かうんですけど、そこのハグに向かうね、その道筋がだって言い争ってるわけでしょ。でまあ少しこう静かなね時間もあったり、はい、いつそこに行こうかってじゃあお互い 思いながら喧嘩してるんですね。なんだかそれなんか今思うと改めてあうんの呼吸みたいな感じなんですかね。なんかすごい素敵なんですけど、しんどくなってお互いが、まあまあ確かに体力いりますよね喧嘩って。体力いるんですよまあ許してやろうかっていう感じですかね。あ大概ご主人様が悪いっていういや私の方が悪いことの方がやっぱ多いですね。あじゃあ謝るのものりこさんの方が多い。はい、ですから謝ったり、まあ許してやろうかというね主人の一言でハグで終わったりとか。いやー、できますか皆さん喧嘩の途中でハグに向かうこれはね本当にすごいですね。多分ぜひねやってみてください。本当にそうですよね一回ね、うん、多分最初だけちょっとこううんみたいなね、こう一歩が最初の一歩がきっからっていうね、うん、だと思うんですけど、やってしまえばなんていうのか、習慣って正しいね表現かどうかわからないですけど、うん、いいですよ。いやいいですよ、おすすめですはい、いやもう言葉がちょっと本当に今ね涙うるっとしました、感動しました。大事ですよね、ちゃんとルールを守れる2人が可愛いです、はい、で根底に離婚はしないぞっていうね、本当は好きなんだからっていうのがちゃんとあって、でも日常のやっぱり直してほしいことお互いにあって、はい、言うだけ言ったらハグで、はい、時間がねもったいないなという。そう、私たちねだんだん時間なくなってきましたからね。そうなんです、はい、いやー今日のはなかなか深いですね、ありがとうございます。そうそう、そのね危機があった時にどうしてるんですかっていうのはすごく興味深かったのでお聞きしたかったんですよね、はい、ありがとうございます。ハグで仲直りですね、はい、うん、ありがとうございます。そうですね、じゃあそんなラブラブな
のりこさんご夫妻なんですけど、はい、日頃からその仲良くいる、なんていうんですか、秘訣とか、なんか意識してることとか気をつけてることとか、はい、おありですか？意識して、あ、そうですね、結婚した当初は主人が忙しいと月の3分の2出張でいない。で、私も今の仕事を結婚と同時にスタートしたので、私も忙しい。例えば主人を置いて海外にも行くとか、海外にも、はい、出張に行くとか、お互いどっかに出かけているとかいうこともありましたし、で主人はもう、7年前に定年退職をしてお家にいるんですけど、その時も私はまだお仕事で出ることが多いので、そんなにこうべったりでもない。そしてこのコロナ禍で初めて、結婚して25年ぐらい経って初めてこんなに一緒にいるんですよね。そうですか。私もリモートが多くなって。そうか。で、そうなった時にちょっと今まで感じたことのない何かを言われるからとか、何かをされたからとかではないのに、何かこう自分のペースが乱されて、すごく想像できますね、ちょっとこうなんかこうリズムとかペースとか普段できてたことがね、なんです、なんかこう持っていきようのない、ちょっとね、なんか違和感が ね、こう正体のね、得体の知れないイライラ感があったりとか、でそこでまた今工夫しているのが、まあそれってやっぱり一緒にお家にいるんだから一緒にご飯食べてとか、同じテレビを見ないととか、なんかやっぱちょっとこうしてあげないととか、こうしないとっていうのが、なんか自然とこう自分の中に生まれてるのに気がついて、でそれでイライラしてたら逆効果じゃないですか。なので、で、こちらのお題にもあると思うんですけど、やっぱり自分の幸せを、はい、一番に、でそれが相手にもこぼれて伝わるというのをまた改めて思い出して、例えば主人がテレビを見てても私は横で iPad で映画を見てるとか。おー、いいですね、はい、横でっていうのがいいですねたまにはまあ掘ってね、一人でランチに行くとか、でまあ美味しかったら、あ、じゃあ今度は一緒に行こうって一緒に行ったりとか、だから一人の時間も今こそ大切にするっていうのを思っています。いや、一人の時間を大切にして、自分を大切にして、なんか二人で何かをする秘訣かなと思ったら、まずは、はい、自分自身を満たすってことが、はい、結局2人がラブラブでいることにつながるんですね。私はそう思ってます。いや、でも、はい、今までのゲストさんみんな同じこと言ってたので、はい、きっとそうなんだと思います、はい、ずっとお互いこう向き合ってるだけだとしんどいのかもしれないですね。そうですね。なんかそれってこうなんか知らず知らずに期待してしまったりとか、こうしてあげてるのにこうしてみたいな、こうね、思ったりとか、結局ね、なんかそういうズレが相手のためって思ってても、それがこう歪んできちゃったりすると思うんですよね。確かに、相手の、本当に相手のためだったら、こう思った通りに返ってこなくてもイライラしないはずなのに、ね、ですね、するってことは相手のためじゃないんでしょうね、多分ね、と思います。スタートがね、はい、ね、はい、なるほどね、はい、そういうことが、だからちゃんと理解されて自分を幸せにされてるんですね。はい、それを心がけています。素敵ですねで外でこう自分を幸せにする時間を作ったら、帰ってそれをシェアするっていう、こんなこうやって良かったよとか美味しかったよとか、今度一緒に行こうかとかで、結構こう平和な日々が、はい、素敵です。いやいや、でもね、それでも喧嘩も今もするんですけど。今もするんですか。はい、元気ですね。そうですねだんだん激しさは弱まってきてますけどはい、そうか、そのご主人様の繊細さが原因のことが今でも多いんですか。そうですね、主人の繊細さと私の一言多いのと変わらないところもいいですよね。変わらない、なんか遊んでるみたいですよね。成長して、うん、でハグしてね、ハグの回数も増えるしいいですよね。そうですね、ハグかもう本当にお笑いでなんか
お笑いでお互い笑ってもあの終わりみたいなこともあります ね、 笑って終われるってことはもうそもそも喧嘩じゃないですからね。ですかね、はい、それはもう楽しい遊びですね、うん、感謝してます。いやありがとうございます。素敵ですね。さっきちらっとお聞きしたんですけど、その家事はほとんどご主人様がされてるっていうお話なんですけど、はい、のりこさんが夜ご飯は作られるんですか？はい、夜はだいたい作るんですけど、あとの家事は結構してくれています。へえ、はい、もうなんか例えば、はい、もう極端なんですけど、はい、のりこさんがすごいくつろいでる横でご主人様が家事をしてたりっていう絵もあるんですかね？あ、普通にあります。うわー、それってなんかこうそわそわとかは、あ、もうパンと、もうこれは割り切って、めっちゃ割り切ってます。でご主人様も全然嫌味がないってことですよね。本当に好んでやってくれて、そうですね、ゆっくりしててもらってることも全然幸せに受け取って、そうですね、はい。男性見てるかな。いや男性の皆さん、なんかスマホを触ってても、あ、仕事でね、うんうん、こう LINE してるのかなとかも思ってくれてると思うんですけど、うん、まあ、ほらお仕事してるならっていうのはねあれですけど、はい、もうなんか例えばじゃあ本当にのりこさんが娯楽のね、はい、テレビとかを見てる横で家事をされてるってこともあるってことですか？あ、普通にありますね、はい、いやでそれがね、はい、逆は普通じゃないですか、はい、ね、男性がゴローンってしてる隣で一生懸命奥さんがいろいろやってって、それにイライラしてっていうのよく聞くけど、はい、逆でもご主人様イライラされないんですね。それに関して手伝ってよとかもないんですね。なんかそれは ありがとうございます、今気がつきましたけど、それは多分主人の繊細さがプラスに働いてるんでしょうかね。この、朝ね5時ぐらいに起きて、うんうん、で少しお家の片付けみたいなのしてくれて、6時からウォーキングに出て帰ってきて自分で朝ごはん作って食べて、で食べてると私が起きてくるので、のりこさんの朝ごはんは、はい、あ、私朝食べないので基本、そっかそっか、はい、で私のコーヒーを入れてくれてですね多分ご飯食べてから洗濯機回してとか、こう彼の中でこうちゃんと、うん、リズムが1日のリズムがあるので、それをこうこなそうと思ってくれてるだけで、なんか私に手伝ってもらおうという気持ちは、ね、ないのかもしれないです、はい、それはその現役の時もそうなんですか、ご主人様が。現役の時もそうです。出張は多かったですけど、うんうん、自分のことは自分で結構してくれたりですとか、まあ、今ほどもちろんです、うんうん、してないですけど、どんどん増えてきたってことですか。そうですね、してくださることが、はい、で私より今家にいますので、そうですよね、はい、ずっと定年してからですね、特に家のことをたくさんしてくれるようになりました。なるほど、はい、もう本当に今胸がいっぱいです。いやなんかね、はい、すごい勉強に今なったなと思うのが、はい、そのいや、ちょっと言い方が難しいんだけど、奥様が大変って、もう世の中でみんなね、主婦の方がすごい大変で、少しでも旦那様手伝ってあげてくださいっていうのをよく目にするんですよね、はい、で、奥様もなんかもうちょっと手伝ってくれないかなとかいう、そういうなんかコンプレもいっぱい見るんだけど、今の話全然ご主人様、はい、ちょっとは手伝ってよみたいな雰囲気全くないじゃないですか。ないです ね、 なんか私たちもやるんだったら気持ちよくやるべきだなと思って、なるほど思いましたね今ね。なんか結局文句言いながらやってても良くないですよね、はい、すごい思いました今。なるほど、素晴らしいちょっとのりこさんなんて言っていいやらですかもしれないけど、いやなんか手伝おうかとか言うんですけどね、いやいやいいよとか言われます ね、はい、いや多分それは手伝おうかって思いさえあればもう十分幸せなんですよね、こっちはやってる方もね。どうなんでしょうね、なんか自分のペースでねやりたいとか、案外そういう単純な理由かもですけど
でもやね、愛ですね、やっぱり、ね、いやいやいや、まあ、なのでね、こう、あの夕飯はこう心を込めて、ね、ちょっと特にコロナ禍はね、時間をかけて好きなものを作ってあげようとかね。猫さん、はい、お料理は得意なんですか？あの得意かどうかはあれですけど、家事の中では一番お料理が好きです。本当ですか、はい、でお料理はもうお片付けまでのりこさんされるんですか？結構ちょっと 声が小さくなってあの結構お片付けもしてくれることが多いかもです。本当に羨ましい。いやだってね、手の込んだお料理って、はい、手の込んだ洗い物が残ってるんですよ大概ね、はい、いろんなものを使うから、はい、だから洗い物のことまで考えて簡単なお料理にしちゃおうかなって思ってる奥様絶対多いんですよ、はい、だけど片付けてくれるなら頑張るけどみたいな。あ、でも例えば残ってたら片付けてくれるから、片付けやすいように大きなものは残さないで洗って、もうお互いの愛が絡み合って美味しいお料理でしょう。はい、あるかもです。はい、いやなんかね、自分で喋りながらちょっと私の感謝が足らないかもです。いや、そんなことないですよ。もう女性は愛されて愛されて幸せになりますからね、ご夫婦が。じゃあ、はい、そうもう一つこれも絶対聞かないといけないんですけど。はい、ご主人様はのりこさんのどんなとこが大好きっておっしゃってるんですか？あるいはおっしゃってたんですか？なんか改めて聞いたことない気がするんですけど、若い時とかやっぱりこうあのね、求愛されて求愛あの多分でもやっぱり主人とはちょっと種類が違いますけど、面白いところと、あ、私のこと奥さんって呼ぶんですね私はダーリンって呼んでね、ダーリンって呼んで奥さんって呼ぶんですけど、奥さんおもろいなーってもうしょっちゅう言ってますから、可愛いでしょうね、面白いところと、あのたくましいところが好き、もしかしたら気に入ってくれてるかもです。確かになんかね、あの女の人はか弱いっていうイメージがあるかもしれないけど、うん、男性は実は女性の芯の強さを結構好きですよね。うん、そうなんですかね。なんか思っては柔らかく可愛らしく、でも中身まで弱々な人とはあまり結婚相手には選ばれないんじゃないですかね、やっぱり。そうなんですかね。奥さん面白いんですね。はい、奥さん面白いなってよく、はい、言われます。なんかこう人を意図的に笑わせたいっていうようなあのご性格なんですか、のりこさん。それともなんかこう普段の行動が面白かったりするんですか？あ、後者だと思います。ちょっと天然ボケボケ。なんかね、やっぱ天然の女の方って可愛いですかね。そういう方が多いですね、愛されてる方に。まあ、ちょっと可愛いの通り過ぎてって、飽きられてますね。はい、本当ですか？でもそこがお好きなんですよね。はい、あのまあ、はい、楽しんではくれてると思いますけど。そうか、やっぱり男性も女性もユーモア、こうやっぱ笑顔って笑わせてくれるってすごく幸せなことですよね。生活の中に笑いがあるっていうのは家族の中に、もうなんか作って笑いをやっぱ作る、うん、まあなかなか笑いってね、うん、なんか長いこと夫婦だと特に、うん、ね、出なかったりすると思うんですけど、うん、まあなら作ってでもちょっとね笑いをっていうのはすごい大切かなと思います。本当に大切だと思います。すごい、それはね、素敵なアドバイスですね。これ本当参考にしてほしい。あのもうだから、への字口仏頂面でずっととかありえないですよね、お家であってもね。私はあるかもですけど、はい、でも本当にね、笑いってね、免疫力も上がりますしね、大切かなと思います。ね、はい、いや、ありがとうございます。笑いが大事です。ハグで喧嘩、仲直りが大事ですはい、じゃあのりこさんのインタビュー最後なんですけど、はい、のりこさんが思う結婚の大切さ、はい、あのお話しいただけますか？あ、大切さ、そうですね、まあまだご結婚されてない方たちとかだと、なんかこう、こんな人と結婚したいっ
ていうね理想があったりとかして、こう結婚がゴールみたいな、うん、あの感覚もあるかもですけど、やっぱり結婚ってこう大切なあの人生のスタートっていう感じがするので、なんか私はいつも若いお友達に言うのは、あのいつ結婚するかよりもやっぱ誰と結婚するかだから、まあ、それには自分がねどうありたいかとか、どんな自分になりたいか、どんな人生を送りたいかっていうところからまあ出てくると思うんですけれども、まあ、そうやってスタートしたならば、まあ思いやりを持ち合って、まあ、楽しく、うん、なのであの全てこうあからさまに出ちゃう間柄じゃないですか、うん、夫婦ってね、うん、なんか他人にはもう絶対見せれない顔も、うん、見せてますし、うん、他人には絶対言わないことを言っちゃったりとかもしますし、うんうんうん、でもその中でもあの愛を見つけたり思いやりを見つけたりして、うん、すごく成長、お仕事でも成長させていただきますけど、うん、やっぱり夫婦間ですごく成長できるなぁと、うん、はい、本当ですね、思って、なかなか成長は難しいですけど、いやもう今ののりこさんのお話の中に宝物がいっぱいね、もう本当感動です。大切なことがいっぱい散りばめられてて、ありがとうございます。本当その通りですね、なんかそんな風に思いますね。人生のスタート、そう、はい、誰と、新たな、いつじゃなくて誰と、はい、いやーです、ありがとうございます。そんなね大好きなダーリンのがきっかけで始められた今のお仕事なんですけど、はい、いろんな活動を、はい、のりこさんされてるということで、はい、今のりこさんがねこうお仕事でご活動されてる素敵なお写真があるので写したいと思います。 ありがとうございます。しょ、これすごい素敵ですね。何かこの写真をね見ながら、そのどんな思いですとかどんなことをされてるかっていうのをお話しいただいてもいいですか。はい、これはあの和歌山市にある、まあ、あるホテルで、ランチ付きの、エイジングアド、ハッピーエイジングセミナーっていうのをさせていただいた、うん、写真なんですけれども、まあ私もこと今月ね56歳になるんですけれども、皆さん絶対平等に年を重ねるじゃないですか、はいはい、でもなのでこう上り坂に向かう人ってのはいないんですよね、うん、こう皆さんこうね、うん、ちょっと下っていくんですけれども、はい、でもその下り方はすごい急降下に下るのか、もうね下ってるかどうかわからないぐらいなだらかに、はい、本当ですね、はい、ね、こうお年を重ねるかっていうのは、うん、やっぱ考え方、食べ物、どんな人と一緒にいるかとか、あのいろんなこの自分の、人生の過ごし方で、それこそ自分をどこまで認めて愛しているのかっていうのでも、うん、すごく変わってくると思うんです。なので、まあ、これだけをしてればいいっていうのじゃなくて、お食事や考え方や、ね、自分を認める方法なんかをいろんな方面からご縁ある方にお伝えさせていただいています。もうめっちゃ素敵ですねそうなんですよ、必ず年はね重ねていくけど、はい、でもなんか年齢を重ねれば重ねるほどすごく差が開きますよね。そうなんです、年々その差って大きくなるって言われてるんですよね。自分を振り返っても30代の頃って、例えば結婚していようがいまいが、子供がいようがいまいが、お仕事しててもしてなくても、うん、ちょっとこう身なりを気にしても気にしなくても、うん、そんなにね、はい、なんか、うん、ね、見かけも体力や健康度っていうのもそんなにこう著しく差はない、うん、ないですよね。ないです。でもやっぱり40代後半ぐらいからですか、はいはいね、50代後半はもうもっと本当に開いてくるので、はい、開いてきますね。だから開いてきます。50歳超えて60歳70歳の方ってすごい美しい方と、もう本当にっていう方と、はい、めっちゃ分かれますよね。分かれます。うちあの主人見てても思うんですけど、主人はもう72歳なんですよね。で、そういうお年の方ってよくこうテレビにね出てこうインタビューされたりとかしてね、うんうん、こうで主人と同じ年のこうテロップとか出ると、うん、やっぱすごくびっくり、
ねえ、同い年やで言ってね、びっくりするんですけど、ね、やっぱりダーリンは若々しいんですか。私が言うのもなんですけど若い、ね、そうですよね、きっとだってもう隣にアドバイザーの、プロのアドバイザーの方が一緒に生活されてて、やっぱり若いです。はい、なので、はい、日々の過ごし方っていうのは自分もそうですけど、なんかその大切さをいろんなことでお伝えしていけたらなと。はい、もう一枚ね、写真があるので見ていただきましょう、はい、皆さんに。こちらもすごい、もう本当のりこさん綺麗、お綺麗で、ね、すごいこの写真私好きなんですけど、これも活動のされてるお写真ですよね。そうですね、これはちょっとスピーチをあるホテルでさせていただいた時の、はい、写真なんですけれども、お話が本当にお上手ですもんね、のりこさん。いえいえ、なんか、はい、ありがとうございます。これはどんな、これもお仕事ですか？そうですね、これはちょっと細かいこと忘れちゃいました。お仕事で、まあ、何かちょっと褒めていただけるようなことを達成した時に、うん、まあその時の思いをちょっとお話ししてくださいっていう、はい、ご依頼いただいて、ちょっと少し短いスピーチをさせて、はい、なるほど、いただいた時です。はい、なんかご活躍されてこう表彰された時なんかのスピーチというような感じですかね。はい、そうですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ハッピーエイジングアドバイザーで健康管理士だから、はい、健康と美ですよね。はい、うん、健康と美ってね、もうセットなので。いや本当そうですね、はい、病気になるとね、うん、極端に何ですかね、年を取ってしまいますよね、経験がね、はいはい、そういうことですよね。そうですね、あとこう美だけを追求しててもやっぱりお体に何かあると、まあ例えばお肌も影響されるじゃないですか。そうですね、はい、なので、はい、健康に向かうと、まあ美しさもついてくると私は思っています。はい、じゃあ普段、まあ、のりこさんプロですからいろんなことをされてると思うんですけど、はい、簡単に、はい、特にこんなこと気をつけてるよみたいなことがあれば、はい、教えていただけますか？あ、そうですね、今は一、ま、ずっと朝ごはんはもう30年近くとっていないんですけど、やっぱり食べ過ぎないこと、で朝ごはん食べなくてもお昼と夜で、ね、お砂糖やこう何ですかね、ちょっと糖質を取りすぎたりすると、そんなに朝ごはん抜いても効果ってないかなと思うんですけど、やっぱ年々あんまり取りすぎないことでも、取らないといけないものはしっかり取るっていうことと、よく寝る、よく寝る、もうね、睡眠ほどいい美容液はないんじゃないかって年々やっぱ思いますので。それは時間ですか？そうですね、時間ですね。じゃあちなみにのりこさんどれくらい寝られてるんですか？私多分ね、今でも7時間は寝てると思います。はい、あ、ちょうど7、8時間は、はい、あ、そうですか、はい、早く寝て割と早く起きられる感じですか？はい、ここ何ですかね、はい、時間帯、はい、としては早く寝られてるんですか？あ、それはでもちょっと遅い時もありますけど、で、はい、じゃあ時間はたっぷり寝れるように心がけ、はい、それもそうですね、できるだけ時間を作るっていうことなので、はい、割と意識しないとね、つい睡眠時間削れてしまいますよね、はい、あ、じゃあ今もしかしてのりこさんはもう全身健康ですか？ね、こう覗けないのであれですけど、今なんかすごく調子がいいなと思っていますね。だんだんそれこそね、さっきおっしゃったみたいに、はい、アラフィフ超えてくると、うん、あちこちにいろんなものがね、今までなかったことが出てきたりするの、はい、だけれども、はい、まあ、のりこさんはこうそういう自覚症状は全然ない感じで調子がいい。そうですね、でもこのコロナ禍に入った時にやっぱすごく暴飲暴食をねしていた時期があって、でこれはいけないと思ってちょっと時々ファスティングはしていたんですけれども、ちょっとこうファスティングを真剣にしたことをきっかけに、食べるものと食べる量を見直して、で今腸活ね、腸を健康にというのよく言われますけど、腸にいいっていう、こうお食事とかももう一度見直して、素晴らしい、ね、夜8時こう食べないとか、いやーすごい、そうするとここ
数ヶ月ですけど、また一段とあのお肌も体も調子が良くなってきました。やっぱこうすぐ効果が出ると嬉しいですよ ね、 そうですね。ってことはすぐ効果が出るってことはもう絶対にそれが原因だったっていうことですよね。はい、いやまだまだね、あの美しく健康になるためにのりこさんにねお聞きになられたい方がたくさんおられると思うので、またどうぞアクセスされてみてください。お願いします。はい、はい、そろそろエンディングになりました、はい、素敵なお話、あっという間でしょう、はい、あっという間なんです。もっといっぱい聞きたいんですけどね、お聞きして、はい、これからもねこうのりこさんのような素敵な女性にお越しいただいて、配信を続けていきたいと思いますので、そういう素敵な女性にお聞きになられたい質問などがあればどんどんまたコメントいただけたらと思います。今日の素敵なゲストはハッピーエイジングアドバイザー山村のりこさんでした。ありがとうございま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 した。次回も楽しみに、ご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございました。